流れに乗るのです。こんにちは、実況女神です。今日は白猫やっていきたいと思います。しばらくキャラガチャお休みしようかなと思っていたんですが、ちょっと武器の方があんまり持ってないので武器ガチャに専念したかったんですが、ホディア強化記念キャンペーンで強い2体が来たのでやっぱり引きたくなってしまったので今日は引こうと思います。流れに乗るのノアとネモ狙いで、今日は513個ジュエルがあるので20連やっていきます。気は満ちた。前回のアーモンドは100連以上、140連かなくらい引いてようやくピークが1体当たったんですけれども、今回もちょっと爆死の予感がするんですが、まずは期間がですね、3月30日まででちょっと長いので、まず今日試しに引いてみたいと思います。では最初の11連目ガチャルお願いします。ダウンロードマークが来たよ。誰かな。金は5体ぐらいあった。1、2、3、4、5体だ。さあどうかな。何でも収穫してやろう。私が導きましょう。やっぱガチャは毎回緊張するな。イケメンいますか。しばらく厄介になるよ。あ、ボンドハーモニーを奏でましょうみたいな感じの名前の子が出ました。これは誰だっけ。マリリンだ。紹介しておこう。マリリンだって。貢献するキャラだ。嬉しいです。俺の言うことぜーいっぱい頑張る。すごい欲しいような。初めに充電できた。はい、2体新キャラが来ました。まず星さん、ジェシカ。マリリンだ。紹介しておこう。星さんだけどすごい可愛いな。強そう。ジョバンニ。僕とハーモニーを奏でましょう。ちょっとテレーゼに似てる気がする。はい、ということで、もう11連やってみたいと思います。最初の10連で星4が1個出てくれたから結構嬉しいです。いけるかな。お願いします。どうかな。3、5、4、4体かな。金が少ない時はなんか当たる気がする。精一杯やります。あ、カモメちゃんが来たよ。特務少尉カモメであります。嬉しい。これも運命か。私に任せろ。いっぱい頑張る。冒険の始まり。お邪魔します。俺に関わると死ぬ。私が導きましょう。頑張っちゃうわよ。冒険するにゃ。はい、カモメ。特務少尉カモメであります。はい、今日はノアとネモ狙いだったんですけれども、星4、2個今日来てくれました。カモメと。カモメに何装備させようかな。ちょっとやっぱり武器がですねほとんどないから、ちょっと武器貧乏に今なってるので、やっぱり武器ガチャも次貯めてやりたいです。あとノアとネモまだ3月30日までなので、もう1回くらいリベンジするかもしれないです。あと、近々また白猫の生放送で皆さんとマルチやりたいなと思っているので、生放送するときはツイッターで急につぶやくので、ぜひそちらもご覧ください。ツイッターもぜひフォローしてください。詳細欄に、リンク貼っておきたいと思います。では次回もお楽しみに。実況女神でした。